宇部市内から見た、宇部港宇部港は、山口県宇部市に位置する重要港湾。港湾管理者は、山口県。港湾法上の重要港湾。高速法上の特定港に指定されている。1927年に、沖の山丹港により十国東下、京村浸水等の蓄堤工事が行われたのが、始まり。1938年に、関税法による開港となる。 経営者生産方式や朝鮮特需による石体景気により急速に発展し、1951年に重要港湾に指定された。2003年に全国で21港しかない総合常務薬物流拠点港に指定された。2010年に2011年度以降も政府による直轄港湾整備事業の対象となる43港の重点港湾の一つに指定された。 2011年に徳山下松港と一体で国際バルク戦略港湾に選定された。主に宇部鉱山専用岸壁からなる沖ノ山地区と外貨コンテナ定期航路が開設されている公共岸壁よりなる芝中地区より構成されている。当地区は宇部鉱山の生産拠点が集中しており、同社の専用岸壁が中心となっている。 国内最大級の著炭場である沖の山、コールセンター及び宇部セメント工場、宇部ケミカル工場などがあり、石炭、石灰石関連製品、化学製品、石油関連製品のデニュー化拠点となっている。宇部高山の専用岩壁は、最大水深マイナス13メートルとなっており、パナマックス船により豪州島から搬送されてきた、石炭が東岩壁に据え付けられた。 アンローダーにより沖の山コールセンターへに滲みされ、さらに、瀬戸内工業地域等へ供給されている。また、西沖の山地区には同地に製油所を持つ、西部石油も専用施設を有している。ありがとうございます。